さあ、我妻さん立て見えるのか。しかし対象はこの人です。ボスユン、ノータイムで出てきました。さあ、ここを倒せれば本物です。大したもんですが、マックステからタックレイです。 EX に勝負あれ。なるほど、後ろ投げ、手前落ち投げ、それは中足当たんない。あー、今ワンチャンかくったかな。暗転時のカンニングが素晴らしいでした。これが A と C か。はい、なんなんかな。3-1で勝利と。ちょっと待って、今 B と D をやってるので、ごめんなさい、これはね、どうしようかな。いや、でも C と E かな。うん、じゃあ C と E をやります。あるかごとし本物 VS 富永パンパス F を2番筐体でお願いします。はい、あるかごとし本物 VS 富永パン、パンパス F が2番筐体です。さあ、画面が、さあ、これはきつい。ローゼッショーは落ち着いてますね。さあ、踏みとどまったものの、さあ、ヘブって言うそうになったな。ガツマがあとは任せますと。さあ、藤原光春どっちかな。ここは光春チュンリー先に出る。準備はいい。踏み込んで強し、いやー強い。これは中足シャストつないでる。しっかり鉄山高い絶唱金中継引っかかる。三段ブロフンかーいと。完璧な立ち回り、ユン理想の形で1ラウンドゲット。は反転返し、これは素晴らしい。待ってたか、浮いてるか。このディッシュはガード100列がブロー膝、かなり押されてましたが状況戻してきた。さあ、ゲームスタート。前方がちょっと前にヒットでそのままコンボまで。今のはすげえな。緊張系大系手前打ち、いや雷撃へのケアが素晴らしい。そして投げて2MAX のチュンリーです。相手はさあ、暗転返しあるので、さっき見せられたからちょっと怖い。この距離で発動、鉄山が刺さる。これは衣装、鉄山奪回でしょう。ガード固めて投げる、一触即発。ガードが硬い、この距離で発動。旋風ロー、旋風ロー、ギリギリの勝負でしたね。いや、ユン側もよく2本目ためましたね。しかし、さあ、対象対決、 1P 側藤原だったり、 2P 側母船は逆三リーチ。鉄腕と固めて旋風鉄山しゃがみ中盤2勝。なんか読みですかね、あの鉄山梅は。あの鉄山って、ああ迷る気投げ、マジか。鉄山って面白くすごくね、あの姿勢が低くなるので上段技暴れとかね抜けるんですよ。
いや盤石かこれは。ダットルにゲージがないのがきつい。歩き投げチャンス作れるか。下風呂しゃがみ中パンゼッション。ダッキングに台形で蹴飛ばして、後ろ投げラップ。ここで工作、着地でたくったが前ブロ入ってた。裏回りから投げて下段壊し金中継刺さって、この指導は痛い。前方前進、今のはきつい。ちなみに裏タクもあります。今のそして絶勝完璧でした。大将にはこの男がいました。